新運の二血でリスタート。さあ2回目です、はい、ね、新運の番組ですが始まりました、はい、もう7月になりましたね、はい、あの前回のライブからもう1ヶ月以上経ちまして、はい、まあ、ライブというかあの明かりを入れましょうパンボにというイベントでしたけども ね、ちょっと歌わせていただきましたね。ありがとうございました。あのもう1ヶ月以上遅ればせながらですけども来ていただきました皆さん、ありがとうございました。と、言っていたらもう夏ですよ。夏ですね。暑いですね。暑いです。レオンはどうですか、あの季節の中で夏は好きですか？いや、もうめちゃくちゃ嫌いです。嫌いなのかよ僕若い頃好きだったけどな。いや、なんかもう夜とか、うん、自分の部屋にエアコンがないんで。それはきつい。もう寝れない、暑くて。あー、それはきついね。ちょっと熱中症にならないように気をつけて、ね、そうなんですね。まあ、かといってちょっとクーラーつけっぱで寝るのもね、ほら歌手としてはちょっと喉が心配なところではあるけどもね、はい、泳ぎに行ったりしないの？いや、僕泳げない。うおー、意外。なんかあれ、小学校とかでなんか泳げないって言ってても、なんか25メートル泳げる人いるじゃないですか。オールオールオール。もう俺も5メートルとかも。要するにこう競技用の泳ぎができないっていうんじゃなくて、いや、本当に単純に沈んでくっていう。あ、そう。あ、意外だね。いや、そうなんですよね。水苦手？水苦手ですね。顔つけるのもそんな好きじゃない。あ、そうなんだ。意外だな。学校の授業なかったの？いや、学校の授業はあのとりあえず理由つけてサボってるっていう。ああ、もうしょうがないもんね、怖いもんはね。怖いんですよ、水が。あ、そうでしたか。じゃあ夏の楽しみがないからあれだね。嫌いなのもわかるね。あ、そうか。僕若い頃もう夏といえばプールとか海行きまくっとったからな。おかげであれだよ、あんなに日焼けしなきゃよかったって後悔してるよ、この年になって。日焼けはシミの元だからね。 あんまりちょっと皆さんも気をつけてくださいね、日焼けはね。はい、まあ、そんな、夏ですが、じゃあどうやって過ごす夏？夏、レオン君は。そうですね、うん、まあ、できる限り、はい、家から出ず日焼けもせず、ぐーたらぐーたら過ごそうかな。家でぐーたらぐーたらしとる場合じゃないよ、レオン君。ね、え、我々ほら、ね、あ、もう公表されたんですよ。そうだ、実は9月に大きな大きなライブに出させてもらうことになりましたからね。よっ、ありがとうございます。もう夏ぐうたらしてる暇ないよ。血のにじむような練習をしていかないと。で、ね、今回はね、僕たちほら新音ってさ、今までよくこのパンジャーボンバーズの本公演のおまけステージだったりとか、はい、あのそういうイベントライブだったりとか、はい、こう結構ね、こうパンジャーボンバーズの主催するものに出させてもらってたじゃない。うん、初めて今回。そうではないライブですから、飛び出してパンジャーボンバーズを。ええ、何でしたら我々初めましてのバンドの皆様とも一緒にこう対バンライブをやらせていただくと。ね、ガチのライブの皆様とね。ええ、ですからちょっとこれは、はい、ちょっと真剣に頑張っていかないといけませんね。はい、うん、だから今までにないあのかなりのお時間もこの新音にいただきまして、はい、ちょっとライブをさせていただきますということで、こちらのライブですが9月15日の日曜日午後5時、17時からスタートのライブになりますね。はい、場所は平張りメモリーポップスという、まあ、ライブハウスでやらせていただくということですから、はい、もう我々心細いんで、あの初めてのライブハウスですし、できれば皆さん来てください。これお願いします。というわけで、じゃあちょっとね、一曲ちょっとだけ触りと言いますか、一部分ちょっと聞いていただきましょうか、はい、ね、では曲名紹介してください。はい、それでは聞いてください。原付と空豆と桜と。僕は清水駅の下から桜を眺めながら、君は清水駅のホームで桜に気づかないまま、僕は清水駅の下から桜を眺めながら、君は清水駅のホームで桜に気づかないまま、来る
春とともに、行く春とともに、今日がきっと僕らの